にちは、ゆめこです。2月24日のチャリティーコンサートが終わりました。11月から始めた津軽三味線をなんとか無事に演奏することができたのでご覧いただきたいと思います。何か目標はあるんですか？目標ですか？やっぱりこう自分で、はい、ソロでも弾けるようになりたいし、私はあの歌い手なので、歌と一緒に合わせて弾いたりとかはできるぐらいまでやってみたいです。ただ本当に初めてだから全然見えてないです。まあ一つ、はい、ちょうどこう昨日ですね、来年のコンサートが決まったんですよね。はい、そうですね。2月の24日に、はい、チャリティーコンサート、はい、被災地の方の支援のチャリティーコンサートが決まったんですが、例えばそこで一曲披露するのを目標。三味線ですか？三味線で初めてなのに三味線できるんですかね。まあ一つのこう目標を立てて、まあ、そこに向かって期限を決めてこう習得していくっていうのが一つ。そうですね。そしてまたこの番組としても盛り上がっていくんじゃないかなと思いまして。はい。いやちょっと食い込むんですよ。食い込む、食い込むと痛いんですよ。痛い、なので痛い。なんでこの小指がこう食い込まないようにですね、こういう形でですね、こうですか？はい、これでいいですか？あ、そうですそうです、はい、こういう形ですね。はい、ここちょびって出てていいですね。はい、でまあ少ししまった方がいい、はい、しまった方がいい。はい、そしてこれが初日ですか？せーの、違ったりするところで、はい、意識が左に作られたりしました。はい、でもここはやっぱりこの何回も練習して、はい、このところの感覚を掴んでいくっていうところが大切になりますね。わかりました、はい、練習します。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでありがとうございました。はい、横移動難しいです。あとやっぱりこう速くなって
下りは430。430。430。430。はい。編み込みます。034。ゼロ。はい。せーの。3、4。0、3、4。0、3、4。で、が糸に対して垂直に動かずに平行に動いていくので、状態か、ね、これを何回もやるとちょっと最初指が痛くなりますので一回ちょっと練習はこれだけにしといてですね、はい、でバチバチして3の糸を打って3の糸をすくう2の糸を打って、はい、で3の糸を押しバチで3の糸を打って3の糸をすくう、はい、で押しバチして虫みたいに動くのが難しいなって、まあ、最初そうですね、立って移動でまあちょっと練習していくと、うん、あの後でですね、はい、じゃあこの
なので、これを短い曲をつなげてメドレーでやってみませんかという今計画にちょっと切り替わって増えたってことですね。増えたっていうことで大サービスってことですか。大サービスってことですね。できんのかな。短い曲を3曲つなげてメドレーで、この三味線コーナーの最後を締めてはどうかという、計画に切り替わってきております。わかりました。ですね、はい、で今回は、その、リズムっていうところですね、はい、楽曲を一つこう題材にとってリズムと、あと曲の構成というところをやってみたいと思います、はい、いよいよ曲ですか。曲に入っています、はい、楽しみです、はいね、はい、じゃあ今日もお願いします、はい、よろしくお願いします。いろいろ横移動が入ったり縦移動が入ったり、はい、で、打つところがあって、そのすくいもあってですね、で一緒に糸を引くところがあると、いろんな要素が絡んでくるので、はい、最初、ちょっと障害物競争みたいな感じになってきますが、はい、まあ、でも曲を通じてやっていくとですね、またこの技の流れみたいなところも身についてくるんですね。それで、ちょっと前半とつなげてですね、はい、間違えても大丈夫ですので、つなげてですね、つなげる、つなげると、はい、4、4、3、前半ですね、3、3、4、で、0、3、0、3、0、3、6、6、6、6、これがここから後半ですね、ずるしちゃいました。あ、です。